フリードリヒー・エルトマンは、ドイツの諸公アンハルト系天皇釈下の講師で、シュレージエンのプレス公、アンハルト系天皇、アウグストルートビヒと、その2番目の妻でエルトマン・フォン・プロムニッツ伯爵の娘である、エミー・リエの間の三男、末息子として生まれた。最初は、プロイセン軍に、ついで、フランス軍に仕官した。七年戦争では、プロイセン軍と戦うが、 1766年のフベルトゥスブルク条約を機にフランス軍を退役した。ロシア帝国に旅行した経験を持つ。フランス王類16世紀の処刑後は、フランス軍におけるすべての勲章や等級を放棄し、プロイセン軍に再出資した。1765年、シュレージエン地方の大領主だった母方のプロムニッツ、伯爵家が断絶したのに伴い、フリードリヒエルトマンが、 プレス自由党属領の領主の地位を相続し、同時にアンハルト経典プレス公の称号を名乗ることになった。これにより、アンハルト経典公爵化の分子であるプレス公爵化が成立した。プロイセン王フリードリヒ2世は1767年、フリードリヒエルトマンを正式にプレス公として認めた。経営者としての才能に恵まれたフリードリヒエルトマンは、 プレス工業の積極的な開発を進め、ブランデンブルクプロイセンの政府に対しプレスの鉱山料試験を認めさせ、歴生端の採掘を行わせた。1775年から1776年に、かけ、ティーハウによくからなるバロック様式の上官を築いた。フリードリヒエルトマンは1779年、所領の一部ザイファースドルフにプロテスタントを移住させ、移民たちに、 多くの特権を授けた。進学者のフリードリヒ・シュライア・マハーは、この時両親と共にザイファースドルフへのプロテスタント移民に参加している。また、公爵は、ポーランドの白足勲章を授けられている。1766年6月13日に、ベルニゲローデ城において、シュトルベルク・ベルニゲローデハクハインリヒエルンツとの娘、ルイーゼと結婚し、マニック人の死状を設けた。 ありがとうございます。